こんにちは、プードル刺繍の花デイジーです。今日はウェーブスモッキングの刺し方についてご紹介したいと思います。 Hi everyone, I'm going to show you how to make wave smoking today。 それでは早速始めていきたいと思いますが、これは前回ご紹介したスモッキング刺繍の下準備で、プリーツを施したものです。これに刺していくと刺しやすいのでおすすめです。では今日はウェーブスモッキングという刺し方をご紹介するのですが、4種類の色グラデーションにして刺していこうと思います。まずは一番濃い色から。これは4本取りで用意しています。はい、まずこの2列ですね、1、2、ここのところにウェーブスモッキングを刺していこうと思います。で、一番最初はここに針を出してくるのですが、なんだか裏からですね、裏から針を入れて、この部分に出してきます。そして糸は上に置いておいて、隣の列ですね、そこを2ミリほどすくいます。そして次は、このラインですね、このラインで、また隣の列、ここを2ミリほどすくいます。はい、そして今度このライン、このライン、ここの隣ですね、なのでここはい、でここから1、2と下がってきました。でここに来るとこのまま隣へ進みます。糸は下に置いておいて2ミリすくいます。このようにですね。そして次は隣の列のこの一つ上のところですね、ここをすくいます。はい、そしてまた隣の列の一つ上、ここをすくいます。で、糸は上に置いておいて、このまま一つとなり、このようにこれでこういう、V の形ですね、これができました。で、これをずっと右の方に進んでいくのですが、この一番上の列、一番下の列、この時に同じところを右に移動します。ここもですね。はい。で、今度こう下がっていく時は、今ここの列をすくったので、次この列。この列の一つ下がったところをすくいます。そしてまた一つ下がったところの隣の列。ここですね。で、この一番下の列の時はすぐ隣をすくいます。糸は下ですね。はい、でこうしてまた上に上がる隣の列ですね、隣の列の一つ上をすくいます。そうしてまた隣の列の一つ上、で、この一番上の列なのでそのまま隣、糸は上ですね。はい、このような感じ。またもう一つ V ができました。こうやって進めていきます。それでは刺していきます。はい、このように端まで刺してきました。で、次
少し薄いグリーン、これで今刺したところと同じようにこの2列を使って刺していこうと思います。なのでまずここから針を出していきます。で、先ほどと同じように進めていきます。はい、では端っこまで刺していこうと思います。はい、2列目刺してきました。そしたらあとまたグラデーションで同じように下まで刺していこうと思いますので、出来上がったらまたご紹介いたします。はい、4色のグラデーションでウェーブスモッキングを刺してきました。いかがでしょうか。とっても爽やかで可愛いですね。このギンガムチェック、もっと細かいものでされるとまたこちらのステッチも細かくなって繊細なものができると思いますので、よかったら試してみてください。で、今日はもう一つこのウェーブスモッキングを使って違う表情になる刺し方をご紹介したいと思います。はい、こちらにこちらと同じ刺し方で用意をしています。ちょっとこの布はこちらの色じゃなくてこの裏側の方ですね、こっちの濃いブルーになる方で刺しています。先ほどはこの列を使って全くこれと同じ刺し方を刺したのですが、今度はこの上から始めるのではなくってこの2列を使うのですが、この下の方から刺し進めていきたいと思います。ですのでこうなっていくんですね、このギザギザが、ウェーブが。では始めていこうと思います。ちょっとこれはこちらの方に避けておいて、ここからですね、はい、下の方から始めていきます。刺し方は同じですけども、刺す始まりの位置が違うということになります。ですのでここの部分でくっつく感じになるんですね、上の模様と。このようにして右の方に進んでいきます。そして色を変えて下の方まで進んでいきますので、後でご紹介します。それでは刺していきます。はい、このように刺してきました。グラデーションで、グリーンから黄色まで刺しています。で、このギザギザですね、ウェーブ、上から刺し始め、で次の色は下から刺し始め、で次はまた上から刺し始め、次は下から。ということで、こういうふうになんかこうアーガイル模様のようにひし形が並んだような形に、まあ、なんかネットのような感じですね。こんな感じに模様が出来上がっています。
で、先ほどのものをまた持ってきますと、こんな感じ。どうでしょうか？どちらの方がお好みですか？まあ、それぞれの特徴が出て、どちらも可愛いと思うのですが、まあ、お好みで作ってみてくださいね。まあ、それぞれにまあこうお花を刺繍したり、まあ、こちらもどこかこう利用をして、お花を刺繍したりして、より可愛く仕上げることができます。で、これで終わりではないんですね。このプリーツは刺しやすいために作っているので、出来上がった後はこの黒糸でプリーツを作っていたのですが、この糸は抜きます。まあ、それぞれカットをして、で、こちらの方から抜いていきます。全部ですね。はい、そうしたらこのような感じになります。プリーツを寄せた時よりもちょっと小幅が出るので、まあ計算をしてですね、どれぐらい必要かなっていうのを考えて作ってみてください。こちらの方も糸を抜いていきます。これだけちょっと糸が抜けなかったのですが、どうしてかなと見てみると、あ、ここで刺繍をするときにちょっとこう縫ってしまってるんですね。こういう場合は抜けにくいので、またこの布巾で糸をカットして抜いてください。なので刺繍をするときに最初のプリーツを作るための糸を刺さないようにするのが後で抜きやすいと思います。はい、これはこんな感じ。まあ無理やりこう引っ張ることはないので、こう自然な形で、サイズについてなんですけども、これはまあ自然な形でだいたい4センチ幅ぐらいになっています。で、最初プリーツを寄せた時、あれはキュッとした感じでしたね。これはこの幅が 3.5 センチ。そしてこのプリーツを作る前のこの生地の幅ですが、あれは25センチでした。なので25センチの幅で、このギンガムチェックのこの一つのマス目は約 0.6 センチです。こうした 0.6 センチのギンガムチェック、25センチの幅でプリーツを寄せて 3.5 センチで糸を抜いた後、この自然な感じですね。これで4センチ幅になります。なのでこのような4センチ幅のこういうスモッキング刺繍、これを作るのに25センチ必要ということになります。まあ、ただしこの、このギンガムチェックは 0.6 センチのスクエアですね。何か参考になれば幸いです。ぜひ楽しいスモッキング刺繍、こちらはウェーブスモッキングですが、試してみて素敵な作品を作ってみてください。あ、これはこういう風に。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ちましたら、いいねボタンやチャンネル登録などもよろしくお願いします。とても励みになります。Did you like my YouTube channel? Please subscribe to my channel if you like. I'll be so happy. See you soon. Bye! それでは。さようなら。